三住通行屋は、1872年から1884年まで、本願寺道路沿いの三住で営まれた関営の旅館で、石狩国札幌郡に置かれた。通行屋の廃止後、建物は黒岩家の住宅になったが、同時に地域の公共利用のためにも使われた。1986年4月に、明治時代の姿に復元され、 今ではミスマイ強度資料館として使われている。札幌市内に現存する唯一の通行屋であり、旧黒岩家住宅として1984年3月に札幌市指定の有形文化財となっている。近年は札幌市の方針で団体観光客も積極的に受け入れている。旧ミスマイ通行屋前年に開通した本願寺道路の宿場にするため、 開拓史により1872年1月に建てられた。場所は現在のミスマイ中学校の付近で、今は国道230号、詳細は中にて、工術が通る箇所とされる。当時の政府の命を受けてや守るとなった福岡県出身の黒岩聖五郎は、この辺りの最初の日本人定住者として、通行人に宿を提供しつつ、 周辺の開拓に取り組んだ。当時、住者が増えつつあった、平岸村以南は、石切山もまだ開拓されず、江戸時代に発見され明治期には、当時場として有名だった、上山系まで、途中の休息する場所も、当時はここしかなかった。深い原生林に囲まれた幅3メートル以下の、本願寺道路を、20キロメートル以上もただ、歩くしかないといった、地理条件だった。 しかし、険しい山岳地帯につながる。この街道は、その直後に開通した札幌本道にとって変わられる、形で、全体的には、本願寺道路の交通量は少なくなり、通行屋は1884年に廃止された。しかし、や、守の黒岩はこの地に止まった。明治19年に新しく、薄街道が開通すると、黒岩家はこの街道沿いに柱や、 屋根材などの建築材の大半を運び、旧屋部分を移設再築し、さらに馬小屋部分を含めて、荒屋部分を増築した。玄関口が2カ所あるのはそのためである。なお、同市の有形文化財指定時には、修繕を兼ねた再採築に際し、旧国道に向かって突出していた馬小屋の前、半分をなくし、全面が平面な外見になった。さらには、 冬の落雪の危険性なども鑑みて、玄関先の小屋根は再現されなかった。また、当時庭として利用していた、家屋西側に位置する三住川に沿った広い敷地も同市に寄付され、公園として活用されている。黒岩家はこの許可で引き続き宿屋を営みつつ、農業に従事した。この家は、地域の中心として、役所の出先機関。 学校、寄り合い場所にも利用された。1982年に、黒岩家は新築した家に引っ越した。通行や移設当初は、この三住前川の東側から、旧通行屋のあった方面へ通じる上り坂といった、通行屋周辺の狭い地域に移住者が集中していた。道川から、西側は、政府の所管であり、北海道大学の、 第四開拓地などとして利用されていたからである。その後、道川の西側も移住者に開放され、村が拡張され、現在に至る三住マ旧市街地の原型、公術項目、現状参照が出来上がった。なお、この通行屋が時の政府の直轄管理が外れた際には、当主らには退職金などの支給もなかったため、 その代替として、通行屋の東南方向の大地上の開墾が許可された。現在にかけては、その開拓された工作地のほとんどすべてが、道路用地や住宅用地として、同市や不動産業者等が買収することとなった。上山系鉄道線回数以前には、札幌と上山系を結ぶ連絡所の役割も果たしていた。そのためにも馬も用意されていた。 また、明治時代以降も、豊平川のダム工事や道路拡幅工事の作業員の宿泊に利用されたこともあった。豊平川対岸に、結核患者の保養所も兼ねた、国立札幌南病院が設立された後には、旅館が満室の際には、見舞客の宿泊にも利用されていたとも言う。1984年に札幌市はこの建物を、 市の有形文化財に指定した。翌年に通行や当時の姿への復元、修復がなった。1986年に建物の一部を三住郷土資料館にした。内容は本願寺道路と道通行屋に関する資料、三住の当時の歴史を忍ばせる資料、定山系鉄道線に関する資料が主体となっている。 黒岩聖五郎の直系の子孫である、現当主が管理人となっているほか、敷地内巡回中など、場合や状況によっては、要望や質問に際して、ガイド的な役目も受けるため、道通業屋も含めた地域の歴史も直接知ることが、可能。札幌市を流れる豊平川は、中流浦、現在の石山、富士の三住地区で、幅数百メートルの貸し段丘を作る。 ミスマイ通行屋は、断球の西部、支流のミスマイ川のそばにある。周辺は、市街地である。建物は、ミスマイ川の右岸、旧国道230号の北にある。拡幅と直線化工事の際に、道筋が変わり、現在の国道230号は、約200メートル南にある。川に面した西側と、建物裏の北側は、 ミスマイ通行や緑地という小公園である。東にミスマイ森林事務所、川を隔てた近くにミスマイ小学校がある。特筆すべきは、1969年に廃線となった、定山系鉄道線が通行屋の数十メートル裏側の豊平川に沿って開通していた時代もあり、前述の通り、東ミスマイ駅にも近かったこともあり、 政府の液定制度廃止に伴って政府管轄外となった後も旅館として使用されていたこともあった。通行や緑地では毎年ミ住まい通行や祭りが催される。市内で最古の木造建築旧黒岩家を文化財に市教委審議会に指定を諮問。北海道新聞札幌旧黒岩家修復オープン。北海道新聞 旧会宅地のミスマイ通行や有形文化財に札幌市が指定。北海道新聞。ありがとうございます。